ちょっと早いよね曲ね。ゲーセン版よりだいぶ早い。パルだとあれ何ヘルツになるんだっけ。ね、ネオジオだから一緒だもんな。なんかケーブルとかも一緒だから、多分構造的にはあんまり連打聞かないな。シルバスさん、おっとクレイディさん、あ、え、使ってるアグブチップが同じコンパ、あ、シルバさんって他にもいるんだ。あ、違うシルバさんだったのか。いや、英語版でもいいんだけど。いや、これまた変えなきゃいけないから。変えなきゃいけないから、逆にめんどくさいんだよ、これ。コンパイルなんですか？シルバさんって。え、ちょっと待って。シルバさんコンパイルの人なの？まさか。ちょっと待った。月姫とか。コンバインです。コンバインか。コンバインって。ね、コンバインって何？農工具違う。コンバインですね。ワクオツでう。ルーバ。よし、オッケー。もうめんどくさいんで、名前を変えたい人はもう無視します、これからは。こっちがいい。あ、連打聞く。まあ、しょうがない。特殊なケースなんで。あ、これ、これ C ボタンはオート連打だったんかい。あ、閉じちゃった。アット払い、ちょっと待って。こいつどういう球、これか、無理だ。ちょっと待って。アット払いの話、どうした？やめて、なんか俺にシールの。シール、ちょっと待って。何かを強要しないでくれ。あら、あれ、なんか柔らかくなった、また。え、早いんだよね、球が。でも達人ってさ、難しかったよね、最初。ある程度やり方が分かんないと無理。あ、でもさ、星がちゃんと見える。そう、ゲーセン版なんてあれたまたまじゃなかった、本当。小学生にはきつかったって。そうだけど、なのになんか進めるようになる感じ。達人王とかって。危ないね。だからもう覚えゲーだからな。あ、取っちゃった。やったけどな、それでも。言っちゃおうかね。はい、メグさんいらっしゃい。プーカさんもいらっしゃい。俺はあと何をやればよかった？これかな？弾は見てから避けるもんじゃないということを教えてくれたゲームすな。まあ、スペースハリアみたいなもんだ。いやー、このサイダーレザーも衝撃だったな。ねえ。確かに、わらわら。未だにごめんまでしか進めないもんな、アタック人。そんなにいけんの？うわ、すげえ。マイケルやってないよ。ジェダイかなんかもしれん。メサイア移植なんだこれ。待てこれ、あー違う、なんか出ちゃった。ボタン配置かかる。待って、なんで、あれデフォに戻らないのこれ。あ、ジノーグじゃない。ジノーグできよかったよね。音量はともかくしも。どうした？あれおかしいな。何の話？あー、はい、その話か。っていうか、こんな感じだったっけ。間違えた。なんかちょっと違うな。
何をすりゃよかったんだっけ。ああ、これもいいや、これで。よし。はい、小梅さんありがとうございます。なんか違うんだって、ヘルファイアこんなんじゃなかったと思うんだ、ゲーセン版。まあ、ゲーセンでもあまりない、あんま長くなかったからよく覚えてないけど。暗い、待って。飲みたい何か。よし。うん。ちょっともうちょっと、もうちょっと行きたいね、これ、さっきまで。ちょっと音量上げていい？いや、もう、今日はまだ無理。今日はない。今日、てか、あのね、違うの。メガドラって、なんか、だから、サンダーフォース4とかも、どっか行っちゃってんだよね。昔やったことある、多分。てか、まだだって、多分、あと3分の1ぐらい持ってきてるからね、こっちに。どこにしまったかわかんない。いや、放送では使ったことあるはずなんだよね。ああ、いいね。字読みやす。冒険に出発、いけんのか。おぉ。ね、いいよね。サンプルキャラ。ああ。これなんか。俺もね、俺サンダーフォース4好きなのよ。なんか意外と4好きな人って少ないみたいだけど。俺はね、5,4,3 って好きだから。ちょっとね、あまり違う、あんまり俺家庭用ゲームの人じゃないから言ったら、ちょっと待って、いや本当そうなんだよね。サントラレベルなんだって。サンプルキャラクターこれか。これでもなんかやっぱパーティーやんなきゃダメか。だったらロードでいい。え、これどうすれ。あ、ダメだ。ロードが終了したって言ってるけど、こっからや、ん？あ、やんなきゃダメなのこれ。めんどくせえ。え、どうすりゃいいのこれ。はい。え？あー、そっか、選べるのかこれ。うわ、選びたかった。じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、こんな早かったっけ？ちょっと待って。え、こんなに早かったっけ？早くね、どっかで直せんのか。遅い。最速になってたのか。曲いいな。あの早すぎ。うわーとか離れすぎちゃってんじゃねえか。ひどい。そうで。あー、ダメだって。ダメだって。うわふー。落ち着きがね。ちょっと無理ちゃう。これダメじゃん。違った違った。ねえ、あれこれ、え、これ上じゃなかった、入った。めちゃ綺麗だなこれ。あ、食らいまくる。ソーサリアンです。めっちゃいいでしょ曲。いや、これね、これね、このゲームね、ソーサリアンですよ。はい。あれ？え、俺違った？あ、いいのか。あのね。ちょっと待って、俺なんかやった？これな、どこやればいい？どこやればいい？どれやればいい？ソーサリアンね、これすごくいいんだよ、このゲーム。見た目すごい記号的なんだけど、そこが良くなってくんだ。ドラクエ1みたいな。ちまちまの良さみたいな。どれも結局。どれやればいいのよこれ。あ、いけないの。俺今どんぐらいなんだ。どこだったかな。武器屋の曲。そうね、戦国総裁員とか意味わかんなかった。やっぱり、あ、人数が、人数。うわ、早いって言うんだから。なんでこんな早いのよ。これおさるさんがずっとやってたけど、見てるのにも面白かったな。カレードスコープも惜しかったんだけどな。え、カレードスコープって何？万華鏡ってこと？
いや綺麗だな。いちいち綺麗だな。ほう。ちょっと待って、聞きの方もういいわ、もういいわ。アクション RPG。やべえ、俺その総括って言ってたけど全然総括なんねえわ。どうすりゃいいんだ。レイドスコープとかレイドスターをいつも間違える。やっと PSG 綺麗だ。どこ、どうだどうだどうだ。なんかちょっと待って、カセットが多すぎて分かんなくなっちゃった。iOS 版？どうすりゃいい？ちょっと待って、ちょっと待って、これダメだ、マイクが邪魔。じゃあなんかちょっと待って、じゃあこれをつけながら考えよう、これをつけながら考えよう。ちょっと待ってよ、ちょっと探していきたいな。多分ね、見当たんないやつが絶対ある。パソゲーか、人形使いっていうパソゲーがあった、格ゲーがあった気がする。え、嘘。人形使い、ああ一個落ちてるし、気づかないうちに。ちょっと待ってね。ちょっと待って。すごいよ、綺麗、画面も綺麗だし音も綺麗だし、音が綺麗というか、なんか情報量が違うよね、もうね、全部の音がちゃんと聞こえてるもん。あの作った人が想定したというか、自分の文字はさすがにこれ読めないと思う。でもあれってどっかに資料として入ってないの？んー、いや、あ、藤丸さんがいる。あれ藤丸さんじゃねえか。いらっしゃい。あれ、いつから。いや、これマジすごいわ、これは。え、資料、あれ、あの、これインデックスの方に入ってないの？あ、これ無理か、これ年表だもんな。まあ年表だから、そのあの年の新聞とかで新聞になるようなことだろう。バルログ。いや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 、だからそれ新聞になって記事になってる事柄は多分ここで調べられると思うけどね。よし、あ、綿棒どこあった。あー、ダメだ、あー、ダメだ。脳内妄想は散々やったよ、わらわら。これさ、なんか資料集とか出てないのかな。ガングリフォンは出てるんだよね。ガングリフォンは買った。進んでないな人類。これすでに動画上げたら外人歓喜しそうやな。ああ、とりあえずね、比較動画真ん中で切ったりとか、左がエスタンシとかみたいな感じでそういう動画を作るんで、あと曲もね、音もどっちがどうだみたいなのを作るんで。おお。つべのメガドラ動画って結構がっついよね。あれはでもまあエミューなんじゃないの。北米版後期型ジェネシスにを探し求めてますが、なかなか。へえ、北米版後期型メガドラ2じゃなくて、これがどうもなんかあんまり俺は好きになれなかった。あー、それもあるだろうけどね。ただエミューの場合もすごくあるからさ。あとさ、なんであいつら、アスヒ気にならないの。あれ、なんなん、アスヒ気にしろよっていう。なんか全部横に伸びちゃってさ。エミューなら音でわかりそう。あ、わかるわかる。だって出てない音とかいっぱいあるもんね。
というわけでこれを皆さんに食らわしていこう。メガドララジカセは音が最悪すぎると聞くが。いい声だという。メガドララジカセは音が悪い。ああ、なんからしいね。あんま良くないって言ってたよね。方式で変わったりする。するみたい。いや、するするする。タイトル画面とか変わるよ。デブが多い国だから。ある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 。訪れひどいのあるわ。すげえ、なんか、なんだ、ハイレゾ使ってんのか、なんかじわじわしてるけど。ゲームやるか。あー、でも見てもよかった。うおぉ。洋芸ですから、これ。ピポじゃんねえ。まあ、この音はロボコップの音なのかな。何の音だったんだ、今。ピポなんて言う。あー、これアイテム変える音がこういう音なのかな、原作で。いって。これ曲良かった気すんだけどな。あ、グロい。ターミネーターを殺しに来たロボコップですよ。いや、あれはね、一時期 YouTube で勝手になんか汗ひ変えちゃう。違うの、あのアドバンスでゲームボーイのゲームやった時にさ、ちょっと汗ひ変えられるじゃん。あいつら多分好きなんだ、あれ。引き伸ばしてでもいいから画面いっぱいに見たいんだよ。登り早い。登り早いよ。いや、登りだけじゃないよ、これ。とんでもないこと。綱渡りめっちゃ早い。超暴力的だろ、これ。あら、これまた行けない。どうやって行くの。めっちゃ早いよ、ほら。めっちゃ早いよ。もっと加速するから、これ。わー、やばいやばいやばい。ちょっと待って。死んだ死んだ。昔のワイドテレビって隅の方だけ引き伸ばすモードとかあったよね。あった、あった。イースワット、イースワット、イースワット。謎の声の良さ。実際に機械の体になるとわかるけど、人間にはできない動きできるからね。老若男女さんがいるのがよくわかった。今平成のメタスラだな。いや、でもこれ打ち方いいよ。次のゲーム行っていい。これは真面目に遊ぶゲームじゃないのかもしんないけどな。ちょっとじゃ、逆にこれやってみようかなっていうのが。逆にやるん、やってなくねっていうのがあるから。よし。ほうほう、いいな、コップ。うん。ターミネーター対。嫌な予感。いや、大丈夫。ほら。ほら、大丈夫。胸の張り具合がいいな、コップ。DJ ボーイは今回はやん、うん、俺いつも DJ ボーイやるといつもやるって言われるからやんない今回。タルルト君かと思ったのに。タルルト君じゃねえ。音いいな。ふ、逆にいいなこれ。ねえ、ああ、音いい、音いい、これいいな。見るだけでか。何も色がない。ね、良すぎるんだけど。そうそう。なんでこんなに音速くなってるの。早いな、寝るの。このさ、これ。この、この入れ替え音がすごいんだけど。耳ん中さささささやられてるみたいな音。ねえ、そうなの？マジで？メガドラ互換なんてあったんだ。他何のソフトある？ん？おお！これ左の方でクルクルするのとここでするのと違うってことは、に 2P で入ると右の方がなるの。これささ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 、ぶよぶよやるか。なんでこれ暗い曲なんだろう。音うるせえ。めちゃめちゃさささささ。ドッスンってやつもこの音だったな。おう。ドッスンってやつ、ちょっと待って。ちょっと待って。なんだっけ。わら。これ一応ステレオなんで。音も良くなってるんですよ。あと、リージョンも変えられる。なんだっけ。あ、ぷよぷよね。よいしょ。いいな、おかずになるわ。わら。おかず。
てて。これなんだっけ、ハイドライブ。あ、はい。お腹すりました。音いいね。これはアスミックかな、開発どこだろう。おう。キューティスズキ。キューティスズキ音いいのかな。わらわら。おー、すごい雑だけど。このゲームなんか好きなんだ俺。いや面白かった、誰も文句言ってない。カレー飯びっくりした。俺もこの曲。おおお、盛り上がるな。コックピット邪魔だな。やったが遠くだ、遠くで。わ、すげえすげえすげえ。いやこれコックピット邪魔でいいなこれ。コックピットの占める割合の後ろからなんか来た。うわー、撃たれてる撃たれてる。減速かなんかあんのこれ。おほほほ、ちょっと待って、処理が重いね、たまんねえこれ。曲があまり面白くない。やばい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 。いやこれね、アフターバーナーより俺はなんかさっきまで曲良かったんだけどな。このゲームはね、アフターバーナーより俺は褒めたい部分があって、それはボスがいるということ。でまずあのコックピット邪魔だ、ケーキ邪魔だけど。そうなんだよね、だからボス戦があるってのは非常に、夜のおい、なんだ、夜のし、あ、待って、夜のま、ねえ、なんだ、都心の上をさ、なんだ、夜景の上を飛びながらボス戦とかあるのよ。うわ、気持ち悪い。誰？MK、マーク2、マーク2、いって。あるあるある。アフターナーな、ボスいる？いや、も、そんなに頻繁には出ないでしょ。早すぎたけ。でも、あのケーキ関係ねえからな、ほとんど。おー、綺麗。音いいね。なんなんだよ。ぷよぷよですらやる感動があるのか。このメガだろ、気持ち悪い。あ、つか、斜め消しないから。斜め消しないから。え、3つで消えんだっけ？あ、4つか。全然3つじゃなかった。あ、ない、いや、全然綺麗だ。発色いいよ。ぷよぷよで、ぷよぷよですらこの威力ってことは何かが。コーデス帝国出てきたら俺死ぬのかな。待て待て、全然連鎖のこと考えてないとか、2連鎖しか考えてない。なんか色偏るな。ええ、なに、てか音綺麗だな。ちょっとマジでこれ4カメとかで取り上げてくれないかな。4カどこ。一応動画はアップするけど、この画質だからな、言ってもな。あー、バカ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 ー、危ねー。いやでもメガドラ画質 S 端子化するだけでこんなに感動があるってみんな気づいてるんだろうか。いやでも実機だってとこなんだよな、よいいとこはな。バーチャルコンソールとかじゃなくて、嘘。いやこれマジやばいって。痛い痛い痛い。あの巨大な連鎖になった挙句に自分じゃ背負いきれなくなってやめるみたいな。バッカツ、バッカツってなんか名前変わったんだっけ。バッカツ遊戯、あれバッカツ、ちょっと待ってね、ちょっと待って。ゲイラボ。あ、ゲイラボだわ。俺バッカツのが好きだったな、あの頃の。さされてたので多分時代が、ね、自体はエミュでそれなりに知られてるだろうね。そうそうそう、だけどやっぱ実機でっていうのはすごく大事なんだよね。ファミコンでもこういう改造できるの。ファミコンはできるよね。ファミコンは秋葉に売ってんの見たことあるな。あ、すげえ知ってるほど。ミギーさん嫌がついてるけど大丈夫ですか。ありがとうございます。いや綺麗だわ。バッカツ、俺バッカツの頃に香港、台湾、香港とかアジア系の鉢物ばっかの特集みたいなのがあって、あれを買って台湾に行ったら超有はかどったね。あ、じゃあ香港かな、撮らせていただいた。どうした、 Z さんいらっしゃい。
あ、撮ったありがとうございます。もう一回つけてくれれば。めっちゃ綺麗じゃね？なんなのこれ。エスタンシーにしただけでなんでこんなに。メガドラなんなんだよ、本当に。俺たちの青春が。なんなんか、まあ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 、いいけど、ちょっとじゃあやるか。あの、1枠目とかにやったやつやるか。めっちゃ音とかもいいね、これ。非常に、コンパイルは、コンパイルいいからな、言ったらな。あれ、俺1枠目にやってるのなんだっけ？あー、いや、待て。いや、やっぱね、混ぜてセパレートにしてほしい。ここまで綺麗だったのかな。あのね、昔のモニター自体がそんなに、精細な画像が出ないから、あんまりね、レントヒーローやってない。俺たちの思い出、ハドリマスター版。いや、ほんと、いやでもこれが実機で、ただ、エスタンしかしただけという。あと、まあ、音もよくしてるんだけどね。いや、だから、なあ。モンスターワールド4とかもグッソそうなの、そうなの。だからモンスターワールド4もどっか行っどっか行って、どっか行ったというか、多分ね、今日画像を見れば見つかるかもしんない。俺一応収納が奥深いから、写真撮ってるんですよね。バトルトード、バトルトード、俺スーファミマしかないな。なるほどね。そうか、余計な回路通すと遅延が出るのか今度は。こいつスライディングなのか。ソニック、いやすごかったよ。サントラ聴いてるみたいだったもんね。てか俺だから、ちょっと待て、あーメガ CD スライディングで移動。パルスマン忘れてた。パルスマンか。ちょっと待って、カバー必要ですか。ライダー剥がしと違う。なんかさ、まあいいや。投げをちゃんと使っていかないと。マックス使ってて面白いんだよな。いやね、いや、対戦に超強いな、こいつ。アトミックドロップ後ろ回れるこれ。え、どうやって後ろ回るのこれ。だって、どうやってやるの。こいつ俺持ちキャラだったんだけど忘れちゃったなぁ。あ、後ろ回れ。アトミックどうやってやるんだ。もしかして。サンダーって何？これ？ちょっと待って待って、わからん。多いわ。レバー入れる方。こいつは掴んでの肘が強かった。いや、みんな強かったよ、あれは。ああ、後ろ投げをやらなきゃいけないのか。後ろ向いてくんねえから、なかなか。じゃあナイフで通り過ぎるやつを頑張って後ろから捕まえるか。やべえ、あと1分。ちょっと待って、あれやってねえものいっぱいあるんだけど。所長さん、あれ、なんか気に障ること言いましたか。なんでどうした、何が、誰。あと1分しかないっていうことは何、ま、どういうこと。あれ、レトロン。何があった。いくら枠やっても足りない。枠あっても足んないよ。1枠目にしかやってないやつが、まあもう足りなくなってきてるんだよ。おいわ。あー、ダメ。あ、ダメだ、なんか時間たって、なんか変な音が。後ろとりあえず近々ちょっと、じゃあ何聞こう。あ、ダメだ、何もない。とりあえずいろいろ探しておく。バトルマニアの一作目とか、ちょっと引っ張り出しとくんで。あー、ダメだ、つかねえ。なんでこれ、こういう時に限って。レトロさん何言った。あー、どこ、え、どこ。ちょっと何、え、何、あー、何、わからん。いや、なんかなかったから。ユーザーエドングされてると宣伝も開けなくなりますよね。ほう。とりあえず、なんだ。はい。とりあえず次枠はあるけど、メガドラは終わりかな。いや、メガ CD やっちゃう。メガ CD やっちゃう。はぁ、最後です。なんか結局最後、今日よかった、聞いてよかったというか、なんだ。今日やってすごい感動があったやつを中心にやって終わろう。閉まらない。ヘロさんいらっしゃい。ゲームオーバー？
あ、あー、このキー、これ、これ、6ボタンパッドでやるとダメなんだっけ？ちょっと待って待って。あって、え？モードボタンが変。モードボタンでこんな手応えか。あー、オッケーオッケー。そうだ、6ボタンパッドでやるとこれできないんだった。いきなりゲームオーバー。あ。わこつ？はい。レトロさんいらっしゃい。あ、レトロさんかけてんじゃん。ちょっと待ってよ。リンデさんいらっしゃい。そう、今ちょっと待って。てか、すごいスピード感が。うん、そう、多分、あのね、何かこ、あの、鬱陶しいコメントをしまくってた時に、他の人も NG に入れた場合に、俺は NG に入れることにしてるから。そのコメントに対して、もうあの、他の人も NG をいっぱい入れてたんで。あ、とりあえずじゃあ消しとこう。うざいと思ってる人が多いんなら消しとこうということです。注意してください。もう誰とも言わずにそういううざいと思われたらもうとりあえず消しとき、静かに消しますね。あ、来た。麻雀学園？いや、だからちょっと待って、色変じゃね？ちょっと待って、これももうデフォで変ってこと？なんか色が明るいね。一回切っちゃったからなんか変わった？設定が。ちょっと待って、そんなわけね。あ、そう。音いいな。背景は赤なんです。背景赤だね。嫌な色合いだな。いや、これもっと可愛いはずなんだけど。未解決案件最近更新されてないから。そうなんです。この前の案件で聞きたいことがあったので。はい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 。とりあえずスタークルーザーと待って、スタークルーザー、サンダーフォース、女の子のために買うか、なぜ背景に赤を選んだのか、これ買うんだったらプレステ2のやつを、なんだっけ、カプコン、なんだ、クラシックコレクションみたいなの買った方がいいかもしれん。あ、あとランドストーカー聞こうか。ランドストーカーさっき切っちゃったからさ、シャドーダンサーもよくわかんなかったね。やった方が良かったかな。ローリングスイッチ欲しい。あー、あれ若干重いんだよな。あの重さがいいんだよな。で、押し込むとフラッシュみたいなバーンって出るんだよね。これは最初に聞かないとなんか間に合わなくなりそうだ。じゃあそっち買う。そっちの方が多分いいよ。メガドラ版じゃなくてもわざわざ。シャドウは11だけ。はじめからやって、なんかどっかまで行けって言ってたね。飛ばせるんだったら飛ばしてもいいけど。飛ばせないね。ランドストーカー大好き。藤丸さんいらっしゃい。そっか。やっぱデモンズソウルとか、ああいうダークソウルとか、あそこら辺にはまる何かがやっぱ、なんかあんのかな、これ共通。若干こう難しいというかね。難しいこういうアクションというか。シビアなアクションゲーム。うわ、すげえな、これ。PSP があるじゃない。そうね。ほうほうほう。藤丸さんといえばだってもう、藤丸さんはダークソウルなのか、デモンズソウルなのか、ってか、俺がよくわかる。ダークソウルが最初か、あ、デモンズソウル最初かの方だからね、言ったら。そんなわけで、オレンジさんも、ウリアウエさんも、バイバンダさん、マックツーさん、クレイジーさん、シルバーさん、ゼッパシさん、ウィングさん、レトロさん、キロさん、いらっしゃい。これ買って帰って、うわぁ、こんなのできないわ、と絶望したな。あー、いや、いやいやいや、これは普通よ。ちゃんとしてる。無限回路が騙し絵のやつでしょ。カップよりプレイヤーが、あー、なるほどね。あー、なるほどね。そういうことか。Z さんいらっしゃい。そういうのあるからな。そういうのって、実感が、さ、どれ？あー、保護。難しい質問をしたな。ロストワールド、ホゴットンワールズ。ワールズなんだ、これね。ホゴットンワールド。どっちなんだろう、 PC、プレステ2版は。もともとが、ロストワールドかな。いや、もうこれラス、一応これ、メガドラはラス枠だけど、もう終わり。てか、G 超綺麗だ。やっていいんだったら、なんかどれか、もっと やり込みたいけどね。うん、そうそう、フォゴットワールド。ワールドかと思ったけど、ワールズなんだね。すみません。うん。間違った日本語を使ってしまった。違うの、違うの。このゲームは、すごい、二つのタイトルが、名前があるゲームだから、難しいの、これ。
だからプレステ2版はどっちなんだろうなみたいな、どっちで入ってんだろう、なんでこれ名前変えたんだろう、海外かなんかにあんのかな。熱い、部屋が熱い。リベンジオブシノビとスーパーミンみたいなもんです。ちょっと待って、ちょっと待って、ウルフマンとリキシマンみたいな違い、あのレイフォースとレイヤーセクションみたいなことじゃないの。あー、海外の方が名前違うんだ。熱いんですよ。熱い。だってそんなに、待って、もうメガドラ全然寝てねえな。俺変なアダプター使ってるのかな。お、いいねこれ。鳥がゴーグルしてんのなんかいいな。ガリバーボーイみたいな。いやいや、ガリバーボーイじゃねえか。え？ 3割減。効率上がったんだな。風邪もひいた可能性？いや、違う、ないないない、それはない。それはない。最近風邪ひくほど、なんか、冒険してないわ。ガンヘッド。レイジングブレイザー。レイジングブレイザー？あ、え？あー、そうか。海外版。海外版か。冒険しないと引かないんだ。なんかこう、なんだ、あの、なんつうんだろう、ま、音質生活じゃないけど、デングな。え、これ動かせんの？あ、もう動かせんの？え、どこまでやる？なんか、なんかこれ、なんかごめん、俺これ初見プレイすぎてわかんないんだけど、いや、昔やったけど、とかこれ、どっちが上だかわかんない。え、え、何すればいいの？ん？難しいな、操作がむずいな。あ、今度じゃあなんかやるか。生放送チケットなんだよな、今月いっぱいのな。なんか予約枠取って何かやるとか、何すりゃいいのこれ。あの、やってって言った人教えて。このゲームやってほしいって言った人ぜひ教えていただきたい。何もわからない。え、使う、何をしろって言った。いやいやいや、違う違う違う、メーカーも何も違う。斜めってだけじゃねえ。さあ、おやめ。え、え、どうする。あ、こっち行けるか。ロストワールドってタイトル、あの、これやってくれって言った人いないんだったらやめるよ。意味がわからん。そうそう、だからメガ CD も混ぜていきたいんで、あれは音はそんなに変わんないけど、映像はすごい変わるから。何の話だよ。これやってほしいって言った人誰？いなくなったシルバさん。あ、シルバさんだ。どっちのシルバさんだろう。あ、いなくなった方のやつ。え、待って、コンバインのさん、コンバインの人、コンバインのシルバさん。どこどこまでやってくれって言ってたけど、全く分かるのがちょっと。朝日ペンってなんだっけ、なんたらかんたら朝日ペンって言ってたよね。さあ、ドキッとしたシルバさん。いや、シルバさんの方じゃない方のシルバさんで。ちょっと待って、鷹に乗るシーンまで。え、鷹に乗るシーン？もう終わったよね。トムキャットの綺麗なムービーがさらに綺麗になるんでしょ？トム、胸圧。そうそう。いや、まあ、発色とかは良くなるね。むちゃなこと言うな。なんだって、なんだって、ごめん、ちょっとごめん、俺ついていけないんだけど。何のこと言ってるか全然わからん。どれが逆なのか、本当なのかがわかんない。ちょっとこれ走るわ、ちょっと。俺走る。A じゃない、 A さんというよくわからない言葉。 A じゃない、 A さん。シルバさんじゃない、シルバさんみたいな。いや、あれは、本体から出てんのか。実写は16色だからね。16色。すごいよな、でもな。いや、でもどんどん綺麗になっていくもんね。最適化がどんどん進むというか。一応ここも見とくか。ベースがよく聞こえるな。もともと聞こえるっちゃ聞こえるけど。比較動画楽しみだわ。音と映像とね。どうやって撮る？いや、まあ撮るのはもうだいぶ固まってるけど。先日見た日本にはすぐ出そう。あ、出る出る、すぐ出せるよ。出そっか、じゃあ。あれおかしいよね。これメガドラでガストカムチャするよね。出る出る、すぐ出る。来たけど、画
を作った。あ、どういうこと？でもちょっとみんなが思い入れがあるものじゃないとあんまり意味がないかな。ロストテクノロジー的な、この豊かさたまんない。いや、ロストテクノロジーというか、なんかどう、なんでナイトトラップであれしかできなかったのにみたいな。まあメーカー違うけどさ。いやもう一面じゃねえや、まあいいや。このコース。ワイナーメガとかでやってるんですか？いや、これはエスタン化したものでやってます。あの、初期メガドライブ？メガドライブ1。こっち、職員さんじゃない？特撮。なんだって？初期改造型か。はい。若干回路など。うわ、危ねえ。フィットクルー？わ、こっち？はい。ちょっと待って。あー、すごいメッシュだな。ワンダーメガステージ勝ち合ったっけ？あったらしいね。ちょっと待って待って待って。いやでもこれはあんまり良くない。あーはー、分かっちゃう。そう、デフォルトで S があるって言われる。それは知らなかったわ。まず待て、これ待て、あれ、こんあれどれだ。俺が一番やりたい視点がないんだけど、こっちか、これか、これか。レーザーアクティブ S ないの？マジか。普通に LD 見るとき不便じゃね？さすがビデオのビクター。なるほど、まあ、いいよ。ないのかよ、 LD 見るときもないのじゃ。中にすごく首曲がりそう。まあ、いないわら。LD プレイヤーとしてはそんなに性能良くないからね。あ、そうなのか。不便だったわら。さあ、いいかな。違うので、今日はこの枠は、この枠は今日の総括をやりたいだけだから、新しいゲームは。それではいっぱいだった気がする。だってこれやっちゃうとまた終わんねえじゃねえかよ。まあいいわ、あと4つだし。あとなんかあったかな。ソーサリアンちょっと聞きたいけど。じゃあこれやんなくていいわ。これ見よ。波。先っちょだけ、先っちょだけだ。それで多分 NG に入れちゃったと思うんだよね。それで俺だけじゃなくいろんな人に NG を入れられて、あ、この人 NG 入れられてんだったら、じゃあもう了解しました。もうオレンジ色だからね、あなたかなり入れられてる。それで、あ、そっか、じゃあ切っとこうって、みんなの迷惑なんだと。わらわら。残念ながらそういう理由だから。でそういうの鳴らすか、まあ関係ない時に鳴らすから、それでまた NG 入れられる。全てが裏目に出てる。墓穴を掘って、あ、自分で入ったの。自分で穴を掘り掘りしてたんだ。なるほど、うん、だからもう多分来なくていいと。残念ながら、そんなこと書きたいだけだったら別にいなくていいわ。申し訳ないけど、だって関係ねえじゃん。ゲーム好きでいるわけじゃなさそうだしさ、ただ荒らしたいだけじゃん。合わないんだと思う、単に、うん、コメントがつくだけで喜ばれるところに行ってあげた方がいいかも。あー、直せんのかなこれって。なんかさ、インチとか、インチじゃねえや、え、フィートとか使ってるとこってすごい少ないんでしょ。なんでセンチとかにしないんだろう。え、いや、これね、だから多分ね、ドットであのサイズの絵を全部描いてるんじゃなくて、あの多分ポリゴンに描いてるんじゃない。あ、ポンドとか、そう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 。ヤードポンドはスタンリー系じゃないけど、いまだに使うよね。うん。マジで計算で隠しく？うん。だから多分、なんて言えばいいんだろう。うん。でもね、違うのよ。これ、よく見て、よく見て。前輪と後輪が違うから、もう。前輪と後輪の見え方とかもちゃんと、角度によって全然違うのよ。だから多分ね、普通に、スプライトとかで書いてるんじゃないんじゃないかな。ね、ちゃんと前輪、だから1枚の絵じゃないのよ。なんか2枚か3枚の絵でできてるのか、ちょっとこれ見づらいけど、これちょっと飛ばそうか。はい、おっしゃった。じゃあ普通にやるか。ダメじゃねえかよ。この滑らかなコース表示がたまんない。そう、コース表示はポリゴンなんじゃないかな、だからこれ。ほら、だってほら、右の車、緑の、あー、ちょっと邪魔。綺麗な気がするけど、
前輪と後輪とかさ、おかしいって。だってほら、なんか前輪の絵と後輪の絵と、なんかこう2枚の絵なのか、なんかよくわからないんだよ。キュービット？ちょっと待って、あ、日本で普通に出してほしかったよね、これね。ちょっとメガドラの威厳をそこで保ちたかった。このスピード感と操作性。危ね。危ね。いや、パワードリはあれスプライドの塊で、あの、嵐だから。こっちはね、すごいごまかしてるんだよね、多分ね。捨てるとこは、うわ。捨てるとこめっちゃ捨ててんだよ。ヘブンリーシーモンにちょっと力ご利用しだもんね、あれね。こっちはどっちかというと技巧派だから。ほうほうほう。敵のだって拡大縮小がすごい滑らかだもんね、これ。おお、ちょっと、ほら、見てよ、この感じ。うん、ほら、前輪がちゃんとこっちに見える。なんかね、ここまでよくできてると視点変更できんじゃないかと思って、なんかボタン探しちゃうよね。できないって分かってても。あー、やべえ。あー、ちょっとタイヤが浮いてるときに、危ない危ない危ない、ハンドル重い、ハンドルがニャーンじゃない、ニャーンじゃない。こんなにスピード出してるのに看板にぶつかって痛いと止まると運転手を運転手、危ない危ない、あー、やっちゃった、あー、危ない。パワードリリメイクしてもなんでポリゴンでやってんだよ。そう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 、見れば見るほどとんでもねー。いや、すごいよね。あれじゃん、 R タイプの R タイプみたいになってんじゃない。脳みそ、なんだろう、体全部邪魔だから切って。危ない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 。いや、すごいよ。危ない危ない。どっち、左左左、はい。ああ、もうほら、ちょっと敵に当たるとさ、ちょっといいよ、これこれはいいわ。敵に当たるとちょっとカメラが角度が変わるからさ、そういう時もちゃんと見えるんだよね、ちゃんと。ちゃんと、車体の上の方が見える。さあ、ちょっとヒットラーだけ聞いとこうか。よく作ってるわ、静止画絶対に。そう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 。あれこれ、でも静止画でも何枚か。はい。設定が、ああ、ど、女の人だった、あれ、それは違う話か。待って。ちょっとテンション上げとこうか。だって、ちょっと待って。何見りゃいいんだ、あとは。今日見てよかったやつを見ていこう。おお、でかい。独特だな。あ、俺、ちょっと忍び聞いてみてえな。え？早かった。そう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 ね。ロムで出て、いや、日本でほんと出てほしかった。そればかりだ。忍び2ってシャドウダンサーのこと？うん。パノラマも、パノラマ持ってないですね。パノラマはよく秋葉の Z で、湯飲みセットでめっちゃ高いの見てたけど、あの頃買っときゃよかったから、むしろって感じだった。パノラマコット手に入れるチャンスは何度かあったんだけど、結局なんかいいやみたいな、ちょっと移行時期になってた。そういうゲームが僕は多い。あ、もう今は高い。あ、スーパー忍び2か、あのクリアすると3になるやつか。持ってると思うけど。あー、なんか下の方に川流れてんだよね、あれね。あれ見てる、メガドモ的な。もうすぐ音が、そうなんです。湯飲みだけ2つあんの？特殊な色使ってるからよくベンチに使う。はぁ、なるほどね。俺今何をやりたかった？あ、忍び忍び忍び。いや、今日忍びあんまやってねえけどな。結局、いや、ずっと同じやん。あー、そうなの？ナイトストライカーみたいなことやってる。酸素補正進めてた先輩。うわ、すげえ、いいとこ勤めてたなぁ。言うのみ違うわ。何の話だ。あー、とか曲だけだったら別に聞けたのかな。なんだ、ちょっと待って、聞き捨てならん、見捨ててならん、なんていうの。すごい。マジか。
今なんでマーク3みたいな映画出たの、一瞬購入した分と合わせて2個。いいなぁ。なんかこれすっげえマーク3っぽくね。ここだけ急に。あ、いいね。なんかいる。すっげえ見られてるけど。空手かかい。マーク3っぽい。マーク、あ、いや、いや、死んだ。これ初期版かどうかってどこでわかんの？俺2本ぐらい持ってるけど、多分初期版だと思うんだけどな。なんか周り変わったね。うわ、いて。え、ゴジラまで行かなきゃわかんない。あ、バットマンとかいるよね。曲聴きたかったの。初期版はスパイダーマン、バットマン、ターミネーター、誰だっけ。ホワイトベース的な考え方なのかな。リュークさんいらっしゃい。ああ、いて。ターミネーターいるよね、やっぱね。え、こいつどう倒せるの。え、ちょっと、こうやって倒せるの。うん、やべ。ああ、もう二段ジャンプがめっちゃむずいんだけど。性格らしく素晴らしく、あれはもうダメでしょ。変わっちゃってるよね。危ないってば。ああ、もう長押しで、あれ防御とかなかったっけ。それは実写新人伝か。ああ、え、あ、倒せんじゃん普通。犬いて。区内もったいない、これ。危ない危ない。これ 3DS で新作出たよね。 3DS、忍び？ああ、マフラーめっちゃ長いやつかな。あれ、これなんかなかった。ああ、これか。ドラムも上手いよな。いや、これいいよ。ただタイム押すと止まんなかった。曲聞けんじゃん。いや、これすごい作り込み細かいな。音でかくし。あ、じゃあ違うんだ。首、あの、マフラー長いやつの続編かと思った。実？忍び 3D、 俺が言ってるやつはそっちか。もうちょっとやりたいけど、もう無理だな。俺の技術ではとか、あの、俺の魂では無理だ、これ。じゃあこれちょっと、これ、これってこの曲ずっと聴いてるとなんか盛り上がってくるっけ。なんか俺あんまこのオープニング好きじゃないんだよな。かったるいイメージしかないっていうか、記憶しかない。おう、いや、いいんですよ。ただ、とか下のチラチラが気になる。イカズチジン、イガデンのことじゃなくて。曲良くなってくるっけ。あ、ほんと？忍び面白かったな、プレステ2の。今やると意外と安っぽいけど、くのいちとセットで。あれは持ちゲーだ。あ、な、よかったよかった。意外とよかった。この曲だったわ。こんな人だっけ？セガクラシックス、待てよ。シャドウダンサーちょっとやってみてね。いや、待て、今日やったやつどれだ？ギャラクシーフォース聞いてみよう。あ、ソニックか。戦闘機の上でやったな。なんか広角機動台みたいだと思う。これでやって、これやって。あ、もう5分しかねえんだ。なんかどこ行っても安いんだよね。ソニック2はどっか行っちゃったんだよね。俺が初めてメガドラで買ったソフトだったんだけど、どっか行っちゃって。ソニック2ってでもそんな俺にとってはあんまりいい。あ、びっくりした。2のセガゲーで唯一 XBOX に移植したと思ったな当時。あ、最初でした。なんで今回一発行ったんだろうな。前回さっきすごい。次枠行っちゃう。あ、いや、行かない。次枠もうない。どうしよう。違った。あ、これだった。いや、あの、メガドラ枠は、ここまではね。いや、
なんだろうな、俺はね、なんかちょっとやっぱ、なんかちょっと後ろめたさがあったんだと思うんだよね。なんか俺メガドラを買うっていうこと自体が俺にとってはあんまり心よいことじゃなかったというか、なんか若干、なんか違った。じゃあ聞くか。違う。マジでちょっと、どこ行っちゃったんだろう俺のソニック2。箱にしまっちゃったのかな。箱節付きというか、箱にしまって大事にしてるソフトが軒並みどっかに行っちゃってるんで、まとまって絶対出てくるんですよ。ただね、そうじゃないやつも見当たらないんで。いや、俺ファミコンの時もそうだったのよ。あれあれ、レンダリングレンジャーとワイルドガンズと、なんだ、ギミックとかその辺が全部一括でなくなった。どこ行ったんだろうなと思ったら一気に出てきたから。そういうことがよくある。やっぱ一極集中は危ないんですよ。地震でそこがやられたらね、都心やられたらもうアウトみたいな。いやいやいや、もうでもね、メガドラが見つかんないだけで。メガドラはでも探せばここにあるんだろうなってとこはある。わかってるんだけど。ソニック2気になってきたな。いや、ね、最近見ないなとは思ってたんだけど、別にいいやと思ってたの。あの、押し入れの奥の方とかだから。マジか。PC エンジン版かい？てか変な音鳴ってんね、これ。キーンって言ってる。そうね、ムーンウォーカーっていうのは今日は要望多かった。ちょっと待って、どこで使ってたっすか？え？ああ、メガドラ版か。なんだろうね。中央機とか見たかった。やるよ、じゃあ。じゃあ、でもね、重機あんま恩恵がないというか、もともとそんなに技巧的なゲームじゃないから。ねえ。何が？どれが？キーンって音？あ、これわざとよ。ちょっと待って。すげえ綺麗だ。しかも後ろの方で鳴ってる。よし、これは別に重要機あんま好き。 Q カードしか今の僕には起動できない。あ、なるほど、Q カードもねすごくいいですよ。 Q カードの良さっていうのはね、これはちょっとやる。じゃあ今度やろうか、 Q カード勉強枠。何をもってして PC エンジンは測るべきかと。オーバーヘッドキック、これ脱げ方がな。ローキックで顔が破裂。いや、すごいんだって。すごいキックなんだって。あ。蹴り方。マジか。ただ、白 PC エンジンは出張向けじゃないからね。RF だから。でかくなりすぎ。ワンパクキック。ローキックなのがたまんないんだ。いってよいしょ、来い来い。そんなあなたに PC エンジン GTLT じゃないんだ。それなんかゲームウォッチの CM 見てんじゃないか、昔の。そんなわけでメガドラ枠はここまでとなりますが、あ、コアクラだったら大丈夫だ。コアクラ1と2って何が違うんだっけ。いや、待て待て、青とオレンジ色の違いなんだっけ。カタケン何が PC エンジン枠やるか。じゃあちょっと待って、いやいや、無理、雑談枠でもやるか。お疲れ様です。本当にクレイジーさんありがとうございました。どういう風にお礼をしていくか。逆にただほど高いものはないとね、どうやってお返しすればいいのかが全くわからないという。言ってくれって何。行こう、次枠。次枠、いや PC エンジンはちょっと今日は無理だな。雑談枠なら。